ジョージ・ソンダーズは、アメリカの小説家、児童書作家、エッセイストである。シラキュース大学教授。彼の作品は、ザ・ニューヨーカー、ハーパーズ・マガジン、マックス・ウィーニー・エス・ G 級に掲載されている。1994年、1996年、2000年、2004年に、ナショナル・マガジン・アワーズ・フィクション部門を受賞した。1997年、 オー・ヘンリー賞、セカンドプライズを獲得した。彼の最初の短編集であるシュビル・ワーランド、インバート・ディックラインは、1996年に、ペン・ヘミングウェイ・アワードにノミネートされた。2006年には、マッカーサー・フェローから奨学金を授与された。2006年、短編小説コンカムで、世界幻想文学大賞を受賞した。2007年、 短編集インパースエージオンネーションはザ・ストーリープライズにノミネートされた。2013年にはペン・マラムット・アワードを受賞し、短編集テンス・オブ・ディセンバー・ストーリーズが全米図書賞小,小説部門にノミネートされた。2013年テンス・オブ・ディセンバー・ストーリーズでザ・ストーリープライズを受賞し、2014年にはホリオプライズの最初の受賞者になった。 2017年に小説リンカーンイン・ザ・バルドでブッカー賞を受賞した。ありがとうございます。